まあ、この1年くらいは、まあ、特になんですけど、なんかハチスだったりチャンヨタだったり、まあ、うちの選手がどん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 活躍していく中で、まあ、そういった子たちの人生が投影できる試合とか、まあ、成長につながる場所をこう作り出そうというテーマがあった1年だったんですよね。でも逆に言えば自分は去年のその後楽園ホールに進出した段階、そしてあの試合でやっぱなんかある種こうやりきった感がすごい出ちゃったなっていうのは正直個人としてあったんですよね。で、まあ、その中で、まあ、自分自身のテーマがない試合が続く中で、本当前回ですね、あの前回前々回か、ハチスが田中将司さんに試合したあの試合を見て、かつその翌日チャンヨタがスターラのタックベルトに挑戦して飯田選手とものすごい試合をして後楽園をどよめかせて、あなんかそれを見てなんかすごい奮い立たされたというか、なんか自分このままでいいのかなっていうのをその時に猛烈に、ね、こう稲妻が走るように感じたんですよ。まあ、その中でちょっともう一丁これはやらなきゃいけないことが増えたなと思ったのがこの試合に至るきっかけだったかもしれないですね。多分もっと高いステージにこの団体を大きくしていくためには、まあ、トータルみんながどんどんすごくなっていかなきゃいけないわけじゃないですか。で、自分が今の位置のままもうなんかテンプレートの試合をしてても多分後輩は感化されないだろうし、試合のレベルもそこでとどまっちゃうと思うんですよ。だからそこを自分自身で殻を打ち破っていかないと組織自体のレベルが上がらないなって思った一面と、まあ、プラスアルファ、なんか自分自身が今個人としても若干なんかその選手としてこう精神を取り戻してる感みたいなのがすごくあって、そこをちょっと証明していきたいなっていうのはありますね。結局いつも、まあ、僕の試合とか大谷ジョージの試合とかっていうのは、まあ一元さんが見たらほぼ面白いだろうと思う試合はできるし、アップテンポでハイスピードでまあいい感じの試合ができてて見た人は満足できると思うんですけど、やっぱなんか8対田中将人さんを見た時に、あこのテンプレはもう通用しなくなってくるなというか、それをめちゃくちゃ思いましたね。なんか現状に満足しちゃってた感はすごくあって、なんかでもプロレス業界ずっといても僕自身が確かに嫌だったことの象徴として、なんかベテランの人が今日もこのパターンで行こうみたいなのあるじゃないですか。まあ、あれ僕自身もあんま好きじゃなかったのに、意外と自分がそうなってる部分があったので、なんかそこをいい意味でこう頭ガツンと打ち破られた感じはありますよね。でそういう意味で大文字という男はきっと地方のどんな試合だろうと必ず毎試合いい作品を更新していこうという気概というか貪欲さがすごいっていうことはもうもちろんずっと知ってたし、プロレスに対しての取り組み方がなんかもう、まあ、もちろん一流っていう言葉だと薄っぺらいかもしれないんですけど、もうプロフェッショナルですよね彼は。でそれが多分いずれ世界中に評価される選手になるだろうし、まあ、世界に出ちゃったらねうちに上がってもらえないかもしれないんで、まあ、今のうちにそういうエキスというかエッセンスというか逆に吸わせてもらおうかなっていう部分ありますよね。まあ要は心技体全部揃ってますよね。まずメンタルがプロレスをやるために俺は生まれてきたんだっていう多分自己暗示をきっとかけてるだろうし、まあ、多分24時間寝てる間もプロレスのことを考えてるだろうし、でフィジカルはまあもう言わずもがな、180オーバーであれだけでかくて動けてスタミナもあって、ね、で年間の試合数も多分凄まじい数をやる中でも毎試合必ず更新していこうという気概、まあ、全てにおいて多分世界標準にいってる選手なんだろうなと思ってますね。なんかねこれはまあ必然っちゃ必然なんですけど、いろんなタイミングが重なって今すごいこう自分の練習が充実してるっていうことがなんかこうプロレスというもの、その僕が本当は掴みたかった青春をもう一回こう掴みに行けてる感覚が今あるんですよね。で僕は新日本プロレスの選手とか全日本プロレスの選手みたいにこう入寮して朝起きて合同練習してちゃんこ作ってっていう生活をしたことがなかったんですけど、まあそれと同じとは言わないですけど、
なかなかこう環境的に練習に打ち込める状況が今できて、なんか自分が本当はこう過ごしてたかった青春を今つかめてるんですよね。なんかそれをこの瞬間しかこう映し出せない何かが今ある気がするんですよね。タイミングかなと思ってて、これね本当不思議なことで、選手を育成したい伸ばしたいって思ってたことがなぜか結局自分が一番感化されてるっていう、はい、なんか AV 撮ってたら監督で撮ってるのに自分が一番やりたくなっちゃうみたいな感覚じゃないですけど、なんかそういう部分すごいありますね。でプラスアルファはやっぱ今、まあ、僕2年くらいずっとこう柔術を今習ってて、まあ、結局それも蜂巣の影響とかもあるんですけど、蜂巣とかチャイヨタの影響もあって、こうなんかこう強さをつかみに行くっていう部分に貪欲になってったら、結局自分がすごい弱い存在であるっていうことにめちゃくちゃ気づかされるんですよ。普段月金フルタイムで働いてる人、サラリーマンの人とスパーリングして普通にボコボコにされるわけじゃないですか。だから自分なんかプロレスラーとして積み上げてきたキャリアって何だったんだろうなと思わされることもあるし、まあだからこそこう強さに対しても貪欲でプロレスという青春をもう一回掴みに行ってるっていう、なんかこういろんなものが今シンクロしてるタイミングで、そうですね、まあプラスアルファ自分の古傷とかもあって、このコンディションとかベストな部分を出せるのは今しかないなっていうのもあります。はい、本当そうですね。なんかね、逃げちゃダメだっていうことをすごい最近めちゃめちゃ感じますね。まあそれはハチスとかチャイヨタの挑戦する姿を見ても思いますし、まあうちの選手が頑張ってる姿っていうのはやっぱ人を巻き込んでるんですよね。で巻き込む力っていうのは僕はやっぱ一番強いっていうふうに本当に感じてて、で自分自身を振り返ってみると、現状をこう固められたメンツと固められた人間関係でなんとかこう仕事のテンプレートができちゃったっていう部分も、強さに対しては貪欲じゃなかったんですよね。だからそこの仕事にしてもリングの上にしても強さを追い求めるってことは、やっぱりもっと貪欲にいろんな人を巻き込んで、で巻き込むためにはやっぱ自分がボロ雑巾になっていかなきゃいけないんだなっていうことをすごい感じましたね。はい、もうそこまでなんていうんですか、恥ずかしさもなくなってきつつ、かつ恥をかけばかくほど実は大きい渦を作れてる感覚があるんですよね。恥をかけばかくほど人が構ってくれるし、人を構ってくれた人を巻き込めば、それが自分の技術の向上にもなるし、体力の向上にもなるし、心の強さにもつながるし、なんか恥をかくということは実はすごく肥やしであるという学びが今あるので、まあたとえ今回僕が大文字戦でボロ雑巾になって思うような動きができなかったとしても、まあそれも含めて今の僕だし、それを受け入れてくれる人たちをもっと巻き込んでいきたいなっていう気持ちには今慣れてますね。はい、まあもう一つ言えるのは、やっぱその今周りにいる仲間というか、自分を感化してくれた人たちの思いとかを背負った部分がリングに出るような気はしますね。それがきっと、まあ、新しい僕の型であり、新しいテンプレートであり、大文字がまだ見ぬ技術だったり、目に見えない力っていうものをぶつけたいなとは思いますね。で僕やっぱ大文字かっこいいなと思ったのは、去年の9月の新規版の時に、まあ擦ったもんであって、なぜかみんながリング上で夢を語るっていう回があったんですね。でお前の夢を語ってみろっていう、まあ、大仁田劇場みたいなことがあったんですけど、その時にハチスは俺は雷神に出たいです、でチャイヨタはもうスターダムの強い選手みんなぶっ倒してやると言った中で、大文字になぜかその時僕はマイクを振ってるんですよ。それはあんまり記憶にないんですけど振ってて、でその時に大文字が俺は必ず WWE に行くって秒で答えたんですよね。大文字所属じゃないけど夢は変わってるよ、言葉にしたら実現させる、俺は必ず WWE に行くぞ。なんかその秒で答えられる意志の強さというか、夢に対しての信念というか、そういう部分は感化されましたね。僕はね、やっぱ
本当に青春は多分すごく置き去りというか、思い描いてた青春は全く歩めなかったっていうのは本当に思ってて、でまあそれは多分もちろん自分にも原因はめちゃくちゃあるし、まあその時のタイミングとか環境的なものとかもいろんなものが相まって、結局自分がつかみたいものをつかめなかったんですよね、20代のうち。なんかただそれをこう普通だったら諦めてるところをなんかもう一度こう粘りに粘ってこう自分で道を切り開いたら、まあ、さっき言ったみたいに自分でその青春がもう一度つかみに行ける環境ができてるっていうことはちょっと誇りたいですし、まあ、今回プロレス再デビューするドルーグ K 選手、まあ、彼女もきっと本当は20代のうちに20代前半の時に掴みたかった青春があったはずだけど、それが掴めずけどもがいてたら結局もう一回こうやって PPP のリングにたどり着いたんで、青春を掴みに来てるメンバーが今揃ってるんじゃないですか、はい、そこの部分は自分が歩んできたキャリアっていうものに対しては、まあ、絶対的な自信というか、まあ、自信を持たなきゃ今ここにいないと思うんで、まあ、唯一無二だと思ってます自分でも、こういうキャリアの積み方は。だからそういった部分も含めて背中を見せて、プロレスファンが思うプロレスラーのキャリアは積んでないけど、そんな男にもこういう強さがあるんだ、ある意味での僕にしか出せない強さがあるんだってことは何らか感じてもらえるように望みたいですね。